N.S サイン、エンサインが、1日に京セラドーム大阪で開催された音楽とファッションの祭典、関西コレクション2024オータムウィンターに出演。同イベントには2度目の出演となった。1曲目に披露されたのは、新曲のタイガー、ニューフレイ・バウアーだ。ステージから火花が上がる演出など、彼らの鮮烈なパフォーマンスを視覚的にも後押し、エネルギッシュなステージで会場を盛り上げた。 MC では、たくさんの方の前でパフォーマンスできることを本当に嬉しく思っています。とコメント。また、リンゴ飴が美味しかったと大阪を満喫している様子も。MC に続いて届けられたのは、ハッピー。楽曲後半ではランウェイを歩き、後方の観客にもその姿をアピール。ラストは日本デビュー曲のニュースターでオーディエンスを魅了し、鮮やかにライブを締めくくった。 関西コレクション2024オータムウィンターは、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。人気アーティストのライブ、人気タレントやモデルによるファッションショーのほか、会場内の数多くのブースでヘアメイクやネイル、エステなどの体験をしたり、新商品のサンプルをもらったり、人気モデルのトークショーなどが行われている。2011年2月、大阪で誕生し、 前回で累計動員数69万人を突破。今回27回目を迎えた。